はいどうも、チャンネル隊長の隊長です。皆さんはこちらの動画はすでにご覧になられたでしょうか。はい、どうも。はい、今日の単体詰め合わせ4000円。シロンタコがたくさん入ってるといいな、どうしよう。もう泣かないで、泣かないで。そうだもんね、あなたあなたこれでシノンちゃん出すんだって言って買ったもんね。シノンちゃん、痛い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 、こらえとったやな、終わるまで終わるまでこらえとったやな。はい、あのソードアートオンライン福袋をですね買ったんですけれども、嫁のね一番の推しであるシノンちゃんがね一切入ってなかったんですね。いやー、かわいそうに。で、私ちょっと思ったんですよ。もしも福袋の中身が全て自分の好きなものだったら、人はどんなリアクションするのか、これめちゃめちゃ気になりませんか。で、今回はまあ嫁のねその推しのシノンちゃん、福袋の中身が全てシノンちゃんのフィギュアだったら嫁はどんなリアクションをするのかという検証をねちょっとやってみたいなと思います。前回の福袋の袋です。これにねもう全部詰め込むから今日。というわけで、とりあえず今からシノンちゃんフィギュアをかき集めに行きたいと思います。あのね、もううちの近所のもうフィギュアとか売ってるお店のもうシノン買い占めてきました。まあさすがに高すぎるのはちょっと手出さなかったんですけど、ちょっとこちらご覧ください。はい、もうシノンのフィギュアめちゃめちゃ買ってきました。はい、1,2,3,4,5,6,7,8 体ですね。こちらね、総額で17,700円です。とりあえずね、ちょっとこの値札とかいろいろ剥がして、こちらの袋にねぶち込んでようと思います。やばい、収まりきらない収まりきらん、どうしよう、 どうしよう、え、やばい、ちょっと収まりきらんですね、これ。 やらかしましたね、これ。怪しさマックスですが、なんとかなりましたちょっとこれ、ちょっと不審がないのかな、これ。ちょっと怪しいよね、いかにも。完全に袋のキャパ超えた福袋だからね、これ。とりあえずね、まあ、ここに隠しておいて、まあ、明日ね、まあ、嫁に福袋買ってきたぞ、と言って、そのまま、動画の撮影にね、持ち込みたいと思います。はい、どうも、チャンネル隊長の隊長です。嫁で、いったー、もう一回やってー。はい、どうも、チャンネル隊長の隊長です。嫁です。また、ソードアートオンライン福袋を買ってきました。また買ったの。はい。いや、今回ちょっとやばいよ。見て、このサイズ感。あ、ごめん。見て、これ、もう袋に入りきらんからさ、これ。え、大奮発すぎ？すごいよね、これ。なんか、ちょっと、鬼滅カラーみたいな。炭治郎の色みたいになってる。本当にこれで売ってたの？そうなの。マジで？梱包ある箱だもんね。もうこの袋に入れなくて箱に入れよかったのねしのんちゃん入ったらいいね、入っててほしいね、入ってほしいね。こんだけでかいやつで入ってなかったらさすがにちょっと泣いちゃう、うん、これ全部キリトだったらどうする、うーんってなるでもこんだけ1体ぐらい、マジでちょっともう子供1体ぐらい、もう1体あれば私はもう幸せなので、開けます、はい、開けます。ちょっと私は今回も見ませんので、はい、わかりました、見ませんので。はい、じゃあそれじゃあ、はい、いきますよ、はい、いきますよ、皆さん、ドーン、シノンちゃん、ああ愛してるよ、結婚しよう、ちょっと待って、早い、いきなりドショップ扱うシノンちゃんだよ。え、本当に、え、もう満足じゃん、うん、満足じゃん、しかもこれ湯けむりシノンじゃん、ただエッチエッチチチチチ、もうバスタオル1枚だよこれ。バスタオルのこの間に指を入れて殴られたいね。次行っていいでしょうか。はい、お願いします。はい、お願いします。はい、こちらです。はい。シノン！シノン！おちにエッチだね。オーシャンケットシーシノン。今シノン2個連チャンできちゃったねこれ。シノン2個連チャンできちゃったね。どうしよう。え、マジで？なんか、え、前回のも取り戻してる感あるね。どうしよう。はい、じゃあいいですか、次行っちゃって、はい、いきますよ、はい、お熱をいってください。はい、はい、次はこちらです。
ウェディングシロン。牛なのにブヒーなんやな。え、待って、え、待って、え、奇跡のやつ。うん、今奇跡の三連ちゃんですよ。え、すごい。何これ。どういうこと？すごいね。は？ね、すごい。これ今当たりですよ。超当たりです。すごい。やばい。うわ、どうしよう。嫁が三人もいる。でも次から怒涛のキリト君かもしれない。怒涛のキリト君かもしれない。いやでもそれでも許せるわ、もうこんなかった。あ、ほんと？うん。次行きますよ。はい。次行きますよ。こちらです。え、マジ？え、なんか、え、もう、え、シノボックスじゃん。え、え、かわいいね、かわいいね、もう、ほんとに、わきがえちちちちが。チキ。見て、ウィークしてるよ。見て、この、かわいい。最高。もう、スパッツ、エッチだね、エッチだよ。気持ち悪いな。すごいな。うん。お、落ち着け。まだ新年明けてすぐやぞ。大丈夫？なんか登録者減りそう。あの、あと、あとで楽しんで。はい。うん。まだ、まだあるから。まだ、まだある、まだある。え、今んとこ全部あれだね。うん、みんな、ね。そう、みんなシノンだね、これ。みんなシノンちゃんだね。ねえ。ちょっと正面、正面見てどうか。みんな、みんな。見ろよ、お、僕の推しを見ろという気持ちで正面の。はい。もうね、すごいね。すごいね。しかも全部同じシリーズの。ね、すごいですね。え、かわいい。もう後ろ姿でもかわいいよ。君はどこから見てもかわいいよ。360度かわいいよ。次行ってもいいでしょうか。いいです。はい、じゃあ次行きますよ。はい、次からはね。もう全部あとキリトでもいいよ。キリトでもいい。キリト好きになんかちょっと失礼なんだけど。でも GGO のキリトあったら嬉しいな。まあそうだね、GGO のキリト好きなんだよね。わかるわかる。あー、これかー、どれかなー、これかこれか、はい、次はね、これですわ。はい、次なんでどうぞ。メイドシノンでーす。メイドだけど養う。君は働かなくていいんだよ。いやいやいや、引いてるわ。大丈夫大丈夫。旦那が引いてます。いや、すごいなと思った。あの、引いてます。すげえ全力だね。っていう感じで。旦那が引き始めた。いや、そうだない、そうだない。いや、ね、嬉しい？嬉しい。いや、よかったよかった。ね、うん、めっちゃ嬉しい。ね、嬉しいですね。はい、今んとこ何個だ ?1、2、3、4、5個です、ね。5個もしのんちゃん来ちゃった。どうしよう。ね、どうしよう。もう私、死ぬかもしれん。生きて。これ本当にソードアートオンライン福袋ですか？そうだよ。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 唐突に M 出してくんだよ。まだあるの？まだあるの？まだあるの？まだあとね、3つあるわ。マジで？まだあと3つもある。いやでももうさすがにシロン出ないっしょ。まあ、もう満足している。さすがにね、うん。もう満足している。もう誰が来ても嬉しいよ。本当？うん。はい、こちらです。シノシノちゃん、シノちゃん、はい、シノちゃん。え、珍しくない？ね、珍しくない？ね、珍しくない？かわいい。え、これ初めて見た。かわいいね。大丈夫？気持ち悪い？あ、大丈夫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 。とりあえずじゃあ、シノン福袋に。名前変えといた方がよかったかな。シノン福袋、うん、じゃあ次ね、ラスト2個ですけど、はい、いっちゃいますよ。はい、はい、お願いします。はい、何？何？はい、目を開けてください。どうぞ。シノンって書いてある。シノンって書いてある。シノン、あー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 。ジジオードのね、衣装が一番好きなんだよ。カート付きだよ。本当にいいのね。近い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 。え、ここまで全部シノンだよ。全部シノンだね、これ。すごいシノンだね、これ。すごいね。最後は何なんでしょうか。最後の、いっちゃうよ。いっちゃっていい？じゃあ見てみて。
いきますよ、はい、最後の中身はこちらです。どうぞ。ねえ待って、これ絶対嘘だよ。え、まあね、でも嘘だよ。なんで？え、店員さんシノン好きなん？かもしれないね、詰めた人がね。ね、な、今回のさ、福袋全部自分がね、好きなものじゃん。こんな福袋ってなかなかないよね。やりよったな。なんか途中からちょっとおかしいなと思ったけどさ、やりよったな。まあ、ちょっと僕あの前回のね、あの動画撮影してる時にちょっとふと思って、福袋の中身が全部自分の推しのフィギュアが入ったらどんなリアクションするのかっていう、まあ、そういったちょっと検証ドッキリみたいな。やっぱり、はい、どうじゃ。何この誰も不幸にならない幸せなドッキリ。え、ただ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 嬉しいんだけど。マジで、うん、え、すごい。え、全部これ買ってきたってこと？全部買ってきた。お店をね、4、5店舗くらい回りました。かき集めてきたもん。ありがとう。いや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 、マジで。え、もう本当に、はい、だわ。あ、うえー。じゃあ俺この福袋入ろうか。うん、感じとこい。もう見て、全部可愛い、全部可愛いの。とりあえず全部開けちゃう。いや、でもこれだけで触りたくない。ちょ、手洗って。開けない。開けたくない。開けない。開けたくないということなので、ちょっとすいません、まだちょっと今日身を清めてないから。あー、なるほど、うん、じゃあちょっと今日ちゃんとお風呂入って、はい、もうみそぎを行ってから開けます。あのね、ネタじゃなくてこの人ガチでそういう人だから。本当にちょっとめんどくせえの。うん。まあでも、うん、でもよかった。うん、まあ僕もなんかそういうね、あの人のリアクション見れてちょっと嬉しかったし。大丈夫、今日登録者減らんかった、これ。わかんねえ、ちょっと。はい、という感じでね、こんな結果で終わりました。はい、ね、やっぱソードアートオンラインはいいね。うん、というわけでね、ソードアートオンラインまだ見たことない方、ぜひ見てみるといいよ。見てみるといいよ。もう気づいたらもうね、あれだから、もう一期の1話から見て、気づいたらもうね、4日5日ぐらい経ってるから、全部走ってるから、うん、経っちゃうからね、うん、はい。いや、なんかすげえさ、なんか SAO の回しもんみたい。そうだね。はい、というわけで本日の動画はここまででございます。この動画少しでもいいな、面白いなと思ってくださった方は、ぜひいいね、そしてチャンネル登録よろしくお願いします。よろしくお願いします。嫁が気持ち悪いなと思っても解除しないでください。お願いします。じゃあご安全に。ご安全に。はい、オッケー。シーナー、シーナー、よく来ました、よく来ました、シーナー。